全員揃ったみたいだな。うん、とうとうこの日が来たね。覚悟はできているかい？当たり前だ。この日のためにどれだけ準備してきたと思ってるんだ。今さら泣き言は言わねえ。うん、そうだね、私も大丈夫。それにこれで落ちたりしたら、ここまで助けてくれたみんなに顔向けできないもん。全力を尽くすよ。読める。ちゃんと文の意味が頭に浮かんでくる。もう呪文みたいな言葉じゃない。文に込められた思いが私にもちゃんと伝わってくる。感じるよ、これを書いた人の思い。景色を思い浮かべて、寂しくて綺麗で胸いっぱいになるような物の哀れを感じる気持ち。みんなのおかげだ。水木、上白先輩、東也、それに一緒に勉強を頑張った秋田と天馬先輩。ううん、それだけじゃない。他にもたくさんの友達が私を応援してくれてた。みんなの応援が、優しい思いが私に力をくれる。今なら解けるこの問題全部。あんのやつすげえ集中力だ。俺も負けてられねえな。そうだろ。あいつらが信じて送り出してくれたんだ。情けねえ姿見せられるかよ。